有田陶芸協会の事務局の辻です。今日は鈴田館長をお迎えしました。今回九州陶磁文化館のリニューアルということで今からご案内してもらいたいと思ってます。後ほど、今井門さんが合流する予定なので、よかったらご視聴ください。お願いします。ではまあフリートークになります。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。正村喜作さんです。有田焼の歴史は小さな小部屋をね、10ぐらいの小部屋があるんですけど、それを回ることによって現代の、ね、歴史が分かるようになってますので、各部屋ごとに一応特徴を示していて、テーマがありますので、まあ、そういうのを見ながら有田焼のなんかストーリーを感じているので、はい、よろしくお願いします。すごい、こういうのがありますいきなり、ね、最初すごい立体、これ立体になってます。立体でしょ、ね、一応ね、まあ、お皿の形に江戸時代の鍋島とか、はい、今の名品を8種類を紹介するんですけど、まあ、デザインの面白さに注目して、それがどんな構図でこうどんな配置で構成されてるかっていう、まあ、ここは別に制作工程ではないんですけどね、うん、まず入った全体的にこう黒を基調と少し落ち着いたライトアップですよね。最初のコーナーはなぜ有田がこれだけ時期の産地としてスタートできたかというと、何を言っても泉山の土石から、ね、はい、スタートしたんですよ。これはこれはそうだけど聞いてるの、一番最初の有田焼はどんなものかっていうのがこの作品ですね。それでこれはほらネズミって言ってから、うんうん、重ねずにするんですね。重ねずに、はい、これはタラス焼きなんかでよくあるんですよ、はいはい、重ねて焼くとたくさん窯の中で焼けるので、でこれは朝鮮の技術なので、朝鮮の陶工がやっぱこっちに来て最初の頃の有田焼きを作ったっていう証拠にもなります、ね、はい、あそっか、ただやっぱりほら土物はなんか見どころになって、うん、そうです ね、 ね味になりますけど、はいはい、時期の場合はね、見どころっていうよりかはやっぱり傷に見えるね、傷に見えちゃいますね。今だったらちょっと考えられるんです、うん、当時はだから朝鮮半島もこういう焼き方、うん、そうです、うん、でも日本のマーケットが求めたのはね、うん、やっぱ朝鮮の時期じゃなくて中国の時期みたいなのが欲しかった、うん、それで間もなくもう こういう重ね積みはやっぱりやめるよね、うん、それで中国の染め付けとか衣装品をコピーするとか、はい、でも朝鮮には色絵の技術はないんですよ、うんうん、それは、ね、それはやっぱり中国の技術者が長崎にいたので、はい、そのノウハウを買って初代家計門が中国のなんか作り方を研究して最初の赤絵を始めたっていうことになりますけど、ね、それがこういう感じです。まあ最初の頃の1650年代ですね。これ赤絵が始まって、まあ、10年、20年ぐらいですね、はいはい、まあ、ここまでのレベルが、そうですね、上りの文様なんかももうだいぶ、まあ、最初は中国の時期を一生懸命コピーして、うん、朝鮮とも違う、はい、中国の時期をね、はい、求められたので、はい、それを研究して技術を上がっていくんですけど、でも日本のデザインもやっぱ欲しいっていうね、これコロナの富士山です。それでまあ、富士山は中国のデザインではなくて当然、まあ、日本人好みの
デザインですよね。これもなんか、ああこう満月にススキあるでしょ。だからまあ最初は朝鮮の技術がベースで、で中国のコピーをしながら、それでまた日本的なデザインを選んだ、発展していくのね。それで昔出来上がったのが柿右衛門様式と鍋島の次の部屋なんですね。それはもうあそこまで行けば中国とは違うのができるんです。でそれがこちら、今のね、今井門さんデザイン、なんだここ、うわ一転してすごく、なんか部屋変わりましたね。この部屋はうわブルーと白にこう2つ分けました。本当だ。そしたらブルーが染め付けたんですね。はいはいはい。で、鍋島っていうね、あの鍋島焼きってと思いますけど、これも非売品です、うん、で非売品で献上するためだけに作られていますけど、いろんな特徴としては染め付けがやっぱりベースですよね。そうですね。あでそこに赤黄緑が入って、あのケースの右側で色塗りしますね。で左側は染め付けですけど重要がないです。ああ、そうなんですか。あ、これですね。まあ、当時文化館の一番高いところですね。すごい。まあ、鍋島焼きの特徴はもう完璧な、なんか完成されたデザインっていうか、バランスの模様もね、技術も最高なものを作って目指そうとしています。こういう間取りっていうのももうやっぱ日本ならではなんでしょうね。そうそうそう、海外からのコピーからの発展で、やっぱ日本人が思うっていうか、そうですよ ね。なんかあの間合いも絶妙よね。間合いがいいね。そうね。だからこれのオリジナルのあのデザインは民間のその小井丸の中にあるんですよ、うん、ちょっと似たのあるんで、背景をブルーに塗ったりしてね。でそれを鍋島焼きの中に採用して、それでまあここまで完成させるっていうのが鍋島の、もういじりようがないもんね。そうですね、作品としてね。本当ですね、うん、でブルーを基調にして染め付けで一応鍋島は成立はしますけど、そこに華やかさを持たせるために具合の、赤と黄色と緑の、はい、染め付けまで入れると4色の色鍋島の黄色なんですよね、はい、面白いのは献上品なのに金を使わないっていうのね。あ、本当ですね。あ、本当だ。鍋島ね、一部は金を使ったのなんですけど、やっぱ典型的な鍋島だから金は、常識としては使われます、はい、金の技術はあったのはあったんですよね。使えたんだけど、ね、あえて使わない、あえて使わないっていうのが鍋島はなんかの鍵を抑えて、で一方家庭用やしは、はい、あの染付がない典型なんで、あの家庭用側でも染付は作ってますけど、あの典型的なものはまず色紙での白い乳白色の生地をね、はい、ベースにして、あとは上絵の赤き緑で。あのブルーもありますけど、あのブルーは染め付けのブルーじゃないですね、うん、そうですね、全部上絵ですね。真っ白で上げて、うん、全部上絵でいきますね。でこの白地が、あの鍋島の染め付けの白地は少し青白いですけど、竹芋、うん、の場合はなんか米の研ぎ汁で、煮干しで、ね、煮干しで、米の研ぎ汁、それをベースにしてちょっと乳白色ですね、はい、そうそうです、はい、
で、まあ、そういうのの、ちょっとこう、できていく工程を示したのが、これが面白いですね。これ、まず染め付けをして、で、これをほら、点々点で当たりをつけて、薄く。それで、釉薬をかけて、本焼きをしたら、まあ、ベースができて、色が、ここに上絵の、ね、まあ、これは上絵がまあ入れる前だから、色の発色感があるんですけど、それで上絵がまに入れたら、この色に欲しいです。カバーに入れる前の絵の具の状態と、入れて完成した時の色の状態が両方分かるんですよね。そのあんまりないですよね、そういうの。完成したものがこう、決めたっていうのはありますけどね。その過程が見れるのなんか楽しいですね。過程が見れますね。だからなんか制作工程 の、 あの実物はあの最後の部屋に今のモンサーところで作ってもらったのが置いてるんですけどね、はい、これまさしくコスの色ですね。これは墨はじきの墨がね、あーそうか、これは素焼きで墨をはじいて、そして釉薬をかけて、釉薬かけてっていう状態ですね、うん、これは炭焼きの染付けですね。これは炭はじきの炭焼きですね。面白い。まあ炭はじきの説明もこれでできる。はあ、これ、うん、なんか知らないけど欲しいな。これ、まあ、これはシャンデリアで、あのフランスからフランスのパリに行ったら持ってきたんですけど、ここの焼き物の部分が300年前の有田焼で、まあ、こういうのありますよね。でこの金具はね、ヨーロッパでつけたんですよ、多分フランスだと思う。そしたらこの金具がつく前はこのパーツは何かって言ったら、パーツは何か大体分かります。金具がついてない場合何かこういう風につけてくださいっていうのをこう日本で買って出してるんですよね、はい、これはね木かなんかね、あのもともとここに書いてあって、あ、はい、本当だ、パーツはねどんぶ蓋付きのどんぶりなんですよ。そうだそうだ、本当だ。それでここのあのこうなんて爆発図っていうんですかね、はい、これであの色をつけてあるのはあのろうそく受けのところはカッパンとそうさ、そう言われたらそうです。当時のコーヒーカップです。そうか、へ、今やったら煎茶碗みたいに見えるけど、そうですよ、当時のコーヒーカップは取っ手がついてないです、うん、でもこれということは、はい、作るときはこれを意図してないんですね、ああ、もう向こうでこういう装飾にした、はい、作り変えた、すごいですね、はい、だからまあオーダーとしては最初コーヒーカップの皿付きカタリソーサーを作って納品してね、でまあ当初はコーヒーを飲んだとしてね、であれは二物だからなんかね、食器として使う。それで骨董品として残ってはいたんでしょうけど、ある時、まあこれでシャンデリアを作ろうって話になってね。すごい、その発想がすごいです。それでこの丼なんか蓋と身を別々にして使うんですよね。本当だ。下は蓋だ。蓋よ。それで穴を開けてね。鉄の棒を通してるところが面白いですね。確かに。ね、なんか透かし彫りの、あ、そうそう。ね、蓋付き壺。壺ですよね。うん、蓋付きのね。骨董品をなんかもう素材にして、もうシャンデリアにして。アイディアがすごいですね。まあ、最初から穴開けて作らすっていうわけじゃなかった。それから。これがね、あの、まあ、柿山の様式の方の六角壺で、はい、ここに金具がついているのはヨーロッパで付けられてますよね。だからもともと金具がついてない状態で作って輸出した、ね、
その頃はだから割ともう海外に向けての、はい、そのニーズに合わせたこう、はい、ものを作れるよ。よくぞね、そんなあのみんなあの山の中でまさかヨーロッパに飾られる。本当そうですね。まあでもお客さんのリクエストで作ったのが有田のほら強いところです。うん、そうですね。ね、自分たちはヨーロッパのことも知らんのに、こんな風にしてこんな風にして作ってって言われたのね、一生懸命。そうですね。それは作れる技術がすごいですね。そうそう。技術がすごい。なんで次の部屋がいいし。もう大丈夫ですね。大丈夫。ちょっと再現してやる、はいはい、こっちもあります、はいはい、それで前のリニューアルの前はですね、はい、この全部のカンバラコレクションというカンバラさんが起動していただいて、はい、101点をね、はい、赤いひな壇にバーッと置いてたんですよ、ね、で、あの飾り方は、まあ、インパクトがあってよかったんですけど、内容的にはね、そのコレクションの中にヨーロッパでコピーをした、ヨーロッパで有田焼をコピーしたものを紛れ込んでたんですよ。そしてそれは私たちが分かってたので、まあ、周辺部にちょっとこう置いて、メインは有田に見せてたんですよ。でそれを、ね、こっちは全部有田で、こっちがヨーロッパで写したあの、そうなんですか。分けたんですか、はい、これ分かりやすい、物自体もヨーロッパで形も作られた、うん、そうそう、上手に作ってるの、いや上手ですよね、そうですね、分かんないですね。1700年頃の有田と100年ぐらい経ってからあのヨーロッパで、フランスとかヨーロッパでそれを骨董品として写したヨーロッパの小稲荷写しと2つ受けたんです。そうすると、あ、なんか、まあ、見たもの、世界のね、ブランドとして、ね、100年くらい違うと思うんですね。なんか、すごいな。で、金具はさっきのシャンデリアと一緒で、金具は向こうの人がつけたよね。はいはいはい。だから、あの、キャンドルスタンドみたいな水仙の飾りでしょ、はい、あの水仙の上の方はキャンドルスタンドになってますよ、ね、あの花に、花に、ね、ろうそくが立てられるんです。それで本体のね、蓋付きの壺とああいうラッパ型の花瓶を合体させてるんです。ああ、はいはいはい、上下になると上に乗せる、あの真ん中の金具、ちょうどあそこで分かれてますけど、なるほど、あ、そっか、蓋付きの壺っていっぱいあるじゃないですか、はい、で蓋を外して、そしてラッパ型の花瓶もいっぱいあって、それも上に乗せてる。なるほどね。それで本来花瓶と壺やったのをキャンドルスタンドに変えすげえな。でこっちは基本的にもともと飾るためにヨーロッパの地獄を買ったのね、はい、でこっちは何かっていうとね、使うために買ったのね、はい、ですね、はい、あ、どうも、あ、はい、お待ちしておりました。いや、しておりました。改めてご紹介します。今こうカメラもらったか、あ、そうですか、はい、有田陶芸協会の会長でもあります、はい、前に見れます、はい、